自然の作る曲線的な世界、人の作る直線的な世界、僕が考える形っていうのはこの2つを最大限に生かした造形、そこに美しいものがある。作り出すのは木の魅力を引き出す造形美。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。曲げ木造形作家渡利翔吾。木を型に挟みプレスして制作する曲げ木造形、そこに彼が求めるのは木と人間の新たな関係性。今僕がやってるこの曲げ木っていうのは、形を変えていく瞬間に木と手の間には道具はなくて、自分の手の感覚をダイレクトに伝えて複雑な造形を作り込んでいくっていう、おそらく長い木と人の関係性の中で新しいことだと思ってて、木の新しい造形的な可能性につながると思ってます。長い年月をかけて育つ木々、その可能性を追求する彼がたどり着いたたった一つの素材。まあ、吉野の地方の人工林で育ったヒノキっていうのを使ってます。人の手によって手入れされているので、節がなくてまっすぐな木目に育つんですね。人と自然が共同して作り上げている、ある意味一つの作品っていう風に感じれるぐらいの魅力はあると思ってますね。だからそのヒノキの白木の表情っていう美しさに魅了されて、白木の色の感じ、この表情をそのまま伝えたい。職人によって魂の宿ったヒノキ、その魂を受け継ぎ自分の思いとともに後世へとつなぐ。木なので、今と全く同じ表情を保てるかって言われたら、もう絶対に無理なんですよ。ただまあ、自分が作る作品っていうのも、素材自体が何世代も前の先人たちが育ててきた素材、それを使わせてもらうので、自分が作る作品っていうのも100年後にもしっかり残ってるものを作りたい。変わることの美しさ、素材の持つ魅力を生かすからこそ、彼の作品は未来につながっていく。そんな渡利翔吾のアートに込めた思いとは。今自分の持ってるものを 100% 出して美しいものを作っていて、出来上がったものを見た瞬間に次作りたい形っていうのが自分の中で湧いてきて、その繰り返しなんですけれど、作品っていうのは進化し続けていくもので、ただ自分の美しいって思うその感覚っていうのを信じて作り続けるだけかなと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家谷村メイチンロマーナのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。